7月5日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。川崎1レース。予想上位はビタリス。目標タイムは1分 34.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎2レース。予想上位はラストデュエル。目標タイムは1分 33.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎3レース。予想上位はゴッドフィンガー。目標タイムは0分 57.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。川崎4レース。予想上位はベアバッキューン。目標タイムは0分 57.3 秒です。硬いレースになりそうです。川崎5レース。予想上位はバリスタ。目標タイムは1分 33.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎6レース。予想上位はココナツキュート。目標タイムは0分56.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎7レース。予想上位はシンデレラサマー。目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎8レース。予想上位はラインストライカー。目標タイムは1分 39.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎9レース。予想上位はハーモニーシャイン。目標タイムは1分 32.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎10レース。予想上位はブラウオリゾーン。目標タイムは0分 56.1 秒です。荒れる傾向が強いです。川崎11レース。予想上位はカルナック。目標タイムは1分 43.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。川崎12レース。予想上位はエレノーラ。目標タイムは2分 12.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松1レース。予想上位はゴールドミラクル。目標タイムは1分 30.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松2レース。予想上位はレッドゲート。目標タイムは1分 30.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松3レース。予想上位はアスタリウス。目標タイムは1分 30.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松4レース。予想上位はリューマ。目標タイムは0分 50.7 秒です。硬いレースになりそうです。笠松5レース。予想上位はスタープレジデント。目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松6レース。予想上位はヘキレキッサン。目標タイムは1分 19.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松7レース。予想上位はプロジット。目標タイムは1分 20.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。笠松8レース。予想上位はせせらぎ。目標タイムは1分 20.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。笠松9レース。予想上位は青い力丸。目標タイムは1分 29.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。笠松10レース。予想上位は丸読みニスター。目標タイムは0分 52.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。笠松11レース。予想上位は鬼ゆり。目標タイムは1分 43.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田1レース。予想上位はムーンブリッジ。目標タイムは1分 23.7 秒です。
高確率で荒れるレースになりそうです。園田2レース、予想上位はプリティプリティ。目標タイムは1分 34.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田3レース、予想上位はキクナルタ。目標タイムは1分 32.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田4レース、予想上位は東進花。目標タイムは1分 21.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田5レース、予想上位はレオマニフィク。目標タイムは1分 32.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田6レース、予想上位はハヌマーン。目標タイムは1分 31.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田7レース、予想上位はテイルビーナス。目標タイムは0分 51.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田8レース、予想上位はクーシェル。目標タイムは0分 50.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田9レース、予想上位はチャチャ姫。目標タイムは0分 50.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位は前段の励み。目標タイムは1分 31.2 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。園田11レース、予想上位はキングレジェンド。目標タイムは2分 3.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田12レース、予想上位はラストチケット。目標タイムは0分 50.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。スマイルフェリス、ハーちゃん、ユーユーアモル、ゴッドフィンガー、ミーヨンライブ、アナカプリ、トマチョップ娘、バリスタ、シンデレラサマー、コトル、レモンアイカ、カミヤガルーラ、ツワンモノ、ラインストライカー、シェナチチカカ、キタノブルーアレツ、ゲットアップゲート、アークボルト、マイネルスキーブ、レッドゲート、ムーラングリース、チェリーエスポア、ポーラーナイト、エクローサ、スタープレジデント、ユリシーズ、チューはジョーダン、ユナビール、フォルテッサ、マイネルホイッスル、奇跡タイム、ケイツーリタス、ユカリプレリュード、バイコーン、ワールドミッション、ムーンブリッジ、ブルカヌス、リッキームーン、ホーオーシーダー、スコプルス、スナークステージ、スティーブボス、ミステリアダディ、タマモケンタウルス、ホットポップ、二年E組、ディバインルーチェ、ミヤビルーナ、クーシェル、レインボーエンゼル、チャチャ姫、フランセス、インテンシーボ、サヨのハッピー、北山ゴールド、エコロカナワン、魔王のバイザー、フェイタルツアー、タミーノ、キックアーサー、フェアリーフロス、ウィーンフランドル、ヤマジュンヒバナ、カルゼッタ、スカイパーフェクト、プレストビーナス、ロッソアモーレ、ムーブオン、マウントポジション、アルマラウラ、プロージット、マジョリー、テンプロファイター、琥珀の輝き、アウルムゼウス、フミフローレンス、プリティプリティ、大腸セブン、ナリタウルフ、天候バッヒ、サウンドヒーロー、ホーオープレシャス、レッドアクトゥール、ユナブライト、マムティハット、グレイブブラッド、
ポッドヘイローを、ウクライナアイズ、水戸のユニバース、一番星、カレーパン、西のオールマイト、栗のビッグママ、ガーロ、ショーシャンク、クールファイブ、カレンブラウゾ、アスタリウス、マックロスキー、シュピラール、三日月、ホープアイランド、ヒーリングピピ、ササキンチャーマー、ジュエリーカグラ、ラビッツバイク、レアバキューン、ヌートバー、アンサングヒロイン、わけがわからないよ、名称マニス、日東ナナ、オーサムワールド、ハーモニーシャイン、コスモマルーン、レールトマラン、アイノシャンティ、ダイヤモンドキララ、セザンステート、スターサファイア、アルティマダンサー、ミョーマ、ルクスグラシャス、ハッピーのリクン、ナオミちゃん、エイルリシュリュー、セセランギ、エルメニア、マルヨミニスター、バックシュート、ウマオオ、ヒエンディ、キクノルタ、サノコア、フォローユアハート、ハヌマーン、英雄スイート、スマートクイーン、ヒマリアン、ブレッシングアイル、グランベルソー、ウポポーイ、イズジョーヒーロー、サバンナモンキー、ビーブル、ナムラハカ、マコトエトルリア、ギャラン、マイアサウラ、ゴールドミラクル、バルガス、ラルナプレナー、アグニールボヌール、ビターモンスター、リベルティーヌ、エースオブスペーズ、イケアネーブル、アイファーライオン、クイックタイム、エドヒガン、デーレアネラ、メイホー白馬、イオハニホ、シントウユタカ、マメゾードリーム、青井誠、ドリームデイズ、ボブテイル、メイプルキャプテン、エコロゴールド、スッカ、ハンデンローリエ、キナリ、オビワン流星、ミユキ女王様、コンポスト、パンツ大将、ルリール、ゴールデンレディ、ダーシングハピリー、マギーローズ、ビューノアン、トーセンサマンサ、ベルタント、ショーブーン、デラジオガール、名称一輪、ユアソング、桜トップビップ、アグネスプリンセス、カレイドハート、オメガプランタン、ヒルノマース、グディカンワル、ワイアット、ウィンプリームス、ラピッドフロー、リトルポッド。川崎第一レース、各馬、揃って。スタートが切られました。2番楽しさが前に行きます。2番手は5番テルケンユミカブト、7番星読みのミコカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ビタリス。その後には2番楽しさと5番テルケンユミカブトが続きます。8番ビタリスそのまま独走か、逃げ切れるか。8番ビタリスが1着見事。続くは4番、6番、9番か。川崎第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは9番アブニ・ウボヌールが先頭に立ちます。その後ろには3番タミーノ、6番キックアッサーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ラストデュエル。その後には6番キックアッサーと7番ヒーリングピピが続きます。1番ラストデュエルそのまま独走か。独走か。1番ラストデュエルがゴールイン。続くは7番、6番、4番か。川崎第3レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。7番ゴッドフィンガーが早速先頭を取る。7番ゴッドフィンガーの背後には6番夢ドリーム、5番ササキンチャーマーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ゴッドフィンガー。その後には6番夢ドリームと5番ササキンチャーマーが続きます。7番ゴッドフィンガーそのまま独走か、逃げ切れるか。7番ゴッドフィンガーがゴールイン。続くは6番、5番、3番か。川崎第4レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。6番ベアバックキューンが早速先頭を取る。
6番ベアバッキューンの背後には5番コンポスト、1番ジュエリーカグラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ベアバッキューン。その後には3番ラビッツバイクと5番コンポストが続きます。6番ベアバッキューンそのまま逃げ切れるか。6番ベアバッキューンが1着見事。続くは5番、1番。川崎第5レース、各馬、揃って。スタートが切られました。11番バリスタが前に行きます。2番手は12番勝のオカン、2番ミリオンライブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番バリスタ。その後には12番勝のオカンと2番ミリオンライブが続きます。12番勝のオカンが先頭に立つか、先頭か。12番勝のオカンがゴールイン。続くは11番、6番、1番か。川崎第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。11番は怪我わからないようが前に行きます。並ぶように4番ココナッツ Q と12番モエヨカルテットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番は怪我わからないよう。その後には4番ココナッツ Q とと6番コパのダーバンが続きます。11番は怪我わからないよそのまま逃げ切れるか。11番は怪我わからないよが1着見事。続くは、川崎第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは6番ティーストークが先頭に立ちます。後を追うのは1番ウィンフランドル、8番レモンアイカーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ティーストーク。その後には1番ウィンフランドルと8番レモンアイカーが続きます。4番シンデレラサマーが先頭に立つか、追い抜くか。4番シンデレラサマーが1着見事。続くは9番、6番、1番。川崎第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番つわもの。その後ろには1番ラピッドフロー、3番ユーロックデュードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ラインストライカー。その後には1番ラピッドフローと5番カミアガルーラが続きます。1番ラピッドフローが追い上げてくる、追い抜くか。1番ラピッドフローがゴールイン。続くは10番、3番、2番か。川崎第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは8番ハーモニーシャインが先頭に立ちます。8番ハーモニーシャインの背後には9番プレストビーナス、5番シェナチチカカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ハーモニーシャイン。その後には9番プレストビーナスと1番ジェムストーンが続きます。6番ダンシングハピリーが先頭に立つか、追い抜くか。6番ダンシングハピリーが1着見事。続くは8番。川崎第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番トゥーリナライト。2番手は8番マディーローズ、9番ブラウオリゾンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番トゥーリナライト。その後には9番ブラウオリゾンと6番マイカグラが続きます。9番ブラウオリゾンが先頭に立つか、追い抜くか。9番ブラウオリゾンが1着見事。続くは4番、5番、10番か。川崎第11レース、各馬、揃って。スタートが切られました。1番ゲットアップゲートが早速先頭を取る。後を追うのは2番カルナック、4番ベールトゥマランか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ゲットアップゲート。その後には2番カルナックと4番ベールトゥマランが続きます。4番ベールトゥマランが追い上げてくる、先頭か。4番ベールトゥマランが1着見事。続くは2番、5番、3番か。川崎第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは5番エレノーラが先頭に立ちます。後を追うのは6番ベルタンと4番トーセンサマンサか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エレノーラ。その後には6番ベルタントと4番トーセンサマンサが続きます。5番エレノーラそのまま逃げ切れるか。5番エレノーラが1着見事。続くは9番、3番、1番か。笠松第1レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。4番ダイヤモンドキララが前に行きます。後を追うのは2番勝負、8番アリスバリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ゴールドミラクル。その後には2番勝負運と8番アリスバリーが続きます。3番ゴールドミラクルそのまま逃げ切れるか、独走か。3番ゴールドミラクルがゴールイン。
続くは8番、2番、6番か。笠松第2レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは9番リベルティーヌが先頭に立ちます。後を追うのは8番ムーラングリース、1番体制アルテミスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番リベルティーヌ、その後には5番レッドゲートと1番体制アルテミスが続きます。4番サトノリアンが追い上げてくる、追い抜くか。4番サトノリアンがゴールイン。続くは9番、5番、1番か。笠松第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。8番エースオブスペーズが前に行きます。その後ろには10番イアソング、6番青木誠か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番イアソング、その後には8番エースオブスペーズと4番アスタリウスが続きます。1番スターサファイアが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番スターサファイアが1着見事。続くは10番、9番、4番か。笠松第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番ドリームデイズが好スタートを切った。2番手は2番龍馬、5番ハンデンローリエか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ドリームデイズ、その後には2番龍馬と5番ハンデンローリエが続きます。6番ドリームデイズそのまま独走か、独走か。6番ドリームデイズがゴールイン。続くは1番、2番、3番か。笠松第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは5番ポーラーナイトが先頭に立ちます。並ぶように4番ルクスグラシャス、7番スタープレジデントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ポーラーナイト、その後には4番ルクスグラシャスと7番スタープレジデントが続きます。4番ルクスグラシャスが後ろから追ってくる、先頭か。4番ルクスグラシャスが1着見事。続くは7番、2番、6番。笠松第6レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。9番駅歴一戦が前に行きます。後を追うのは3番ナオミちゃん、5番ソングオブバラードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番駅歴一戦。その後には5番ソングオブバラードと4番マックロスキーが続きます。4番マックロスキーが追い上げてくる、追い抜くか。4番マックロスキーがゴールイン。続くは9番、5番、8番か。笠松第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは5番エイルリシュリューが先頭に立ちます。後を追うのは8番プロージット、6番シュピラールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エイルリシュリュー、その後には8番プロージットと6番シュピラールが続きます。3番アルマラウラが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番アルマラウラがゴールイン。続くは8番、6番、5番か。笠松第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番ソルレベンテが前に行きます。2番手は6番エルメニア、7番サクラトップビップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ソルレベンテ、その後には2番セセラギと6番エルメニアが続きます。2番セセラギが先頭に立つか、先頭か。2番セセラギが1着見事。続くは6番、1番、5番か。笠松第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは3番ティエラサンライズが好スタートを切った。3番ティエラサンライズの背後には7番奇跡タイム、8番ケイツーリタスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ティエラサンライズ、その後には5番青いリキマルと8番ケイツーリタスが続きます。5番青いリキマルが追い上げてくる、先頭か。5番青いリキマルが1着見事。続くは3番。笠松第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。2番ユカリプレリュードが前に行きます。並ぶように5番ティアップブランカ、7番ワイファーライオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ユカリプレリュード、その後には6番マルヨミニスターと7番ワイファーライオンが続きます。1番ジューントルテが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番ジューントルテが1着見事。続くは7番、6番、9番か。笠松第11レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。1番サツキフラッシュが早速先頭を取る。1番サツキフラッシュの背後には8番オニユリ、2番テンプロファイターか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番鬼ゆり。その後には1番さつきフラッシュと2番テンプロファイターが続きます。8番鬼ゆりそのまま逃げ切れるか、独走か。8番鬼ゆりが1着見事。続くは7番、1番、4番か。園田第1レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは7番フミフローレンス。後を追うのは1番新善小太郎、3番ムーンブリッジか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番フミフローレンス。その後には3番ムーンブリッジと1番新善小太郎が続きます。1番新善小太郎が後ろから追ってくる、追い抜くか。1番新善小太郎が1着見事。続くは2番、3番、11番。園田第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。7番ホールオールシーダーが早速先頭を取る。2番手は6番はビルビエント、2番レイトフルールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番はビルビエント、その後には5番プリプリティと7番ホールオールシーダーが続きます。5番プリプリティが追い上げてくる、先頭か。5番プリプリティがゴールイン。続くは6番、3番、4番か。園田第3レース、各馬、揃って、スタートが切られました。まずは6番モンサンプリーモが好スタートを切った。その後ろには1番キクノルタ、7番ジョーノベリスタか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番モンサンプリーモ、その後には1番キクノルタと5番スコプルスが続きます。5番スコプルスが追い上げてくる、追い抜くか。5番スコプルスがゴールイン。続くは1番、6番、2番か。園田第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは3番東進花。後を追うのは6番スナークステージ、1番スマートキングダムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番東進花。その後には1番スマートキングダムと6番スナークステージが続きます。1番スマートキングダムが後ろから追ってくる、追い抜くか。1番スマートキングダムが1着見事。続くは3番、7番、4番か。園田第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番レオマニフィク。並ぶように5番ベントリパーチェ、6番天候バヒカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レオマニフィク。その後には5番ベントリパーチェと4番オットナンバーが続きます。4番オットナンバーが先頭に立つか、先頭か。4番オットナンバーが1着見事。続くは5番、3番、7番か。園田第6レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。6番ハヌマーンが早速先頭を取る。後を追うのは2番バルカン、5番タマモケンタウルスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ハヌマーン。その後には10番スリーミスラピスと9番英雄スイートが続きます。10番スリーミスラピスが追い上げてくる、追い抜くか。10番スリーミスラピスがゴールイン。続くは6番、4番、1番か。園田第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは7番ティールビーナスが先頭に立ちます。並ぶように5番2年E組、2番バチェロレックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ティールビーナス。その後には2番バチェロレックスと12番メイプルキャプテンが続きます。12番メイプルキャプテンが先頭に立つか、先頭か。12番メイプルキャプテンが1着見事。続くは5番、7番、11番か。園田第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは8番クーシェルが好スタートを切った。並ぶように7番ビッグナージャ、11番ベラジオマナミか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番クーシェル。その後には7番ビッグナージャと11番ベラジオマナミが続きます。8番クーシェルそのまま独走か、逃げ切れるか。8番クーシェルがゴールイン。続くは7番、11番、12番か。園田第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは3番チャチャ姫。3番チャチャ姫の背後には9番ウクライナアイズ、10番スープカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番チャチャ姫。その後には9番ウクライナアイズと10番スープカが続きます。3番チャチャ姫そのまま逃げ切れるか、独走か。3番チャチャ姫が1着見事。続くは11番、10番、7番か。園田第10レース、各馬、揃って。
さあ、スタートです。7番北山バーリーが前に行きます。後を追うのは9番前段の励み、12番エイシンコソンテカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番前段の励み、その後には12番エイシンコソンテと7番北山バーリーが続きます。9番前段の励みそのまま逃げ切れるか、独走か。9番前段の励みが1着見事。続くは12番、1番、10。園田第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。9番キングレジェンドが早速先頭を取る。並ぶように5番北山ゴールド、6番オズモポリタンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番キングレジェンド。その後には2番カレーパンと6番オズモポリタンが続きます。9番キングレジェンドそのまま逃げ切れるか、独走か。9番キングレジェンドが1着見事。続くは10番、3番、12番か。園田第12レース、各馬、揃って。スタートを切りました。10番ミヤビアークが前に行きます。10番ミヤビアークの背後には9番リトルポット、12番ラストチケットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ミヤビアーク。その後には12番ラストチケットと9番リトルポットが続きます。12番ラストチケットが先頭に立つか、先頭か。12番ラストチケットが1着見事。続くは10番、9番、8番か、8番か。